よし。ご助力を。信頼感度。はびこる。覚えたわよ。さあ踊るよ。これこそが知恵の伝道。波の花が共に舞いよ。はっはっ。騒乱の憩い、深海の加護、行きましょう。丸見えね。手ごわいですね。ご助力を。はっ。さっ。頑張るよ。はっ。ふっ。はっ。ふっ。私のお家にいらっしゃい。はっ。メバイン。はびこれ。このダンスはあなたに。はびこれ。
ご助力。手をつなぎましょう。頑張るよ。あっ、それやっ。知識はあなたにも。ちょっとこのダンスをあなたに。よっ、よっ、芽生えよ。ソーランの憩い。
気だね。日向ぼっこでポカポカ。ふう、眠くなってきちゃった。深呼吸をして大きな。風船を膨らませながら、そこに眠気を閉じ。私にできることはない？これからお見せするのは本トーナメントの商品です。莫大な賞金、プロジェクトのリソース、七星召喚の限定カード、そして彩色の冠をかぶる権利。これは皆さんご存知の通り栄誉の象徴です。あいつがヴィカスの言ってたカリーナだよな。今は忙しそうだから後で話しかけに行こうぜ。彩色の冠、実に完璧な芸術品だ。あれを見るといつもその美しさについ酔いしれてしまうわね。あれをかぶる資格のあるものはきっとえりすぐりの天才でし、すでに彩色の冠をご覧になっている方やその伝説を耳にしたことがある方も、20年前サーチェンさんという学者が大枚をはたいてこれを買い取り教令院に寄贈して、そしてこたびの学院トーナメントにおける莫大な賞金も彼からの支援によるもの。大会を始める前に今日ここにはいない彼へ。全てが悪くなっている。全てが悪くなっていく。全てが悪くなるしかない。人は争いをもたらし、争いは破滅を導く。罪悪の種は初めから塔に。おい、何ぼーっとしてるんだよ。さっきから呼びかけても返事がなかったけど、寝不足か？まさかまたオイラに隠れて夜更かししてたのかよ。さて、皆さんも大会の開始を今か今かと待ちわびていらっしゃることでしょう。それではいよいよ待ちに待った6名の学院代表の登場です。その名も、
正論派代表ティナリ。ソロン派代表セノ。メーロン派代表レイラ。シロン派代表ファルザン。ミョーロン派代表カーベ。そしてインロン派代表。おや、インロン派の代表はまだ到着して。そんな風にやかましくて無意味な紹介はそこらでやめにした方がいい。え、おいおい、インロン派の代表がなん来ました。最後の参加選手、インロン派代表カサッチ。あいつカサッチっていうのか。見覚えがあるな。え、あいつが誰なのか知ってるのか。外国の学者だって聞いたわよ。何でも陰論派に席を置いてて、時事問題の分析に関する論文でも、陰論派の学者のほとんどは彼の言葉遣いが気に入らないみたい。それにいつも神出鬼没で、ほとんど他人との関わり。そういった物議は別として、彼の掲げた多くの論点は結構的を射てる。陰論派はここ数年人材が枯渇している。何人かいる有名な人も今は強烈員。なんか変だよな。あいつってこんな大会に出るようなやつじゃの。今6名の参加者が出揃いました。試合も間もなく開始で、今回の学院トーナメントのチャンピオンに輝くのは一体誰になるのでしょうか。こうご期待。こうして見ると学院トーナメントっておいらたちの知り合いがたくさんいるな。そうだ、おいらたちってもうすでに特別評論員なんだよな。みんなの参加理由を知るのもオイラたちの仕事だと思う。後で挨拶がてら聞いてみようぜ。特にあいつだよな。ここにあいつがいるのはなんだか変な気が。二人ともまた会ったね。ひひ、オイラたちも学院祭に遊びに来たぜ。しかも今は特別評論員をやっ。へえ、特別評論員が写真機で試合の過程を記録してくれるとは聞いてたけど、まさか君たちだったな。まだ休暇中だからこれだけは言わせてくれ。とても面白いと思わないか。こんな偶然もあるんだな。まさにちょうどグーには必ず善があるような、はあ、そういえば正論派の学院代表がティナリで、ソロン派の学院代表がセノみたいだ。オイラの記憶が確かならお前たちってすでに卒業してないか。卒業してても大会に参加できるのか。やっぱりそういう反応になるよね。実を言うと、自分が学院代表に選ばれたって知った時は君たちよりも驚いたよ。後から知ったんだけど、教練院にいたことがある学者ならみんな参加資格があるらしい。卒業。そんなルールがあったのかよ。もちろん制限がないわけじゃない。例えば賢者は参加禁止だし、大会に出られるのは一人一回だ。そう。それから学院代表の選出方法は二通りあるんだ。一つは自分での応募、もう一つは学院の半数以上の学者に推薦される。それならティナリはきっと二つ目の方法。数多くの学者が自分からティナリ先輩のために票を集めた時。そんな後輩たちにはもっと学問に集中するようバシッと喝を入れたいって時々思うけどね。もちろん断ってもいいけど、よくよく考えてみたら僕にとってもいい機会だと思って、来月ガンダルバー村で
生態学普及講座をやるんだ。学院トーナメントに参加すれば、大会の人気にあやかって事前に宣伝できるだろ。優勝できるかどうかは正直あんまり気にしてないよ。僕のお隣にいる。ああ、残りわずかな休暇を利用してな。商品に七星召喚の限定カードがあると聞いて応募した。今回のカードは本当に貴重なんだ。逃すには惜しい。もしかして1枚限定の超強力なカードと。いや、ごく普通のカードだが、カードの表面はキラキラとした銀色のエフェクトで覆われている。え、それって何か役に立つ？すごくかっこいい。それ以外で何に役…理由なんかそれだけで十分だ。俺は全力でチャンピオンを勝ち取り、そいつを俺のデッキに入れる。僕みたいにカードゲームをあまりやらない人にはわからないよね。ま、みんなそれぞれの参加理由があるわけだから、驚くほどのことだな。さて、他のやつの参加理由も聞きに行こう。お前はカサッチ。陰謀派にはその名前で登録してある。カサッチってどう考えてもあだ名だろ。いたって普通の名前だろ。何がいけないんだい。わかった。それじゃあカサッチ、お前はなんで学院トーナメントにさ、アイヤたちは特別評論員なんだ。ちゃんと質問に答えてくれよな。質問に答える気はない。たとえマハマトラが来たって無駄だよ。お前今回の目的は誰にも言わないって人と約束しているとだけ言っておこう。まさか裏で何か企んでたりしないよな。さあね、僕が何をする気か。まったく、本当に根掘り葉掘り聞くのが好きだね。これ以上何も答えずにいたら、君たちの口うるさい話を延々と聞く羽目にな。陰謀派にたたら砂事件を研究している赤羽という学者がいると聞いてね。いくつか文章を書いて彼の観点に異論を唱えたのさ。その後暇だったから、ついでに稲妻の社会問題についても少し批評した。だけどよもや陰謀派のやつらに学友だと思われてしまうなんてね。あげ、どこまでも愚昧なやつらの独りよがりの思い込みさ。少し話せば解ける程度の誤解に過ぎなかった。それなのにこの件を知ったクラクサ・ナリテビが勝手に僕の陰謀派の学籍を手配したんだ。カサッチという名前でね。話はここまでだ。僕よりも他の人に目を向けた方がいい。もうじき誰かが不幸に見舞われる。さて、それは誰だろうね。お前やっぱり全然気の抜けないやつだ。こいつ相手には警戒を解いちゃダメだぞ。しっかり見張っておこうぜ。カーベー、ファルザン、レイラー。ん？ああ、あなたたちか。どうしてここに。オイラたち特別評論員をやってるんだ。試合の過程を記録する係なんだぜ。ほう、ならばわしが優勝する瞬間をしっかり収めてもらわんとな。下から上を映す角度で後ろ姿をクローズアップでたくさん撮るんじゃぞ。その方がより先輩さが増すからの。決めつけはよくありませんよ。優勝するのはこの僕です。わしと争うなぞ100年早いわ。
クシャレワーの小僧もルタワヒストのガキンチョもな。先ほどからお聞きしたかったんですが、ファルザン先輩は私をご存知なんですか？覚えておらぬのか？時々夜の図書館で会うじゃろうが。お前から声をかけてきたこともあるではないか。え？全く記憶にありません。おかしな話じゃな。まあ今はそんなことに構っておる場合ではない。わしはチロン派の名高き大先輩ファルザンじゃ。お前はメイロン派のレイラで間違いないな。はい。うむ、これで正式に知り合ったと言えるじゃろう。ほれ、至極簡単なことじゃろ。わしはお前のように先輩を尊敬する子が大好きなんじゃ。どうじゃ、この際わしの研究チームに入らんか？ファルザン先輩、それは学派をまたいでのスカウト行為になるんじゃ、あまり強要はしない方が。そんなことは分かっておる。じゃが近頃は本当に人員が見つからんのじゃ。研究経費にしたってあれっぽっちでは。ともかくわしが優勝すれば現状もきっと変わるじゃろ。もしかしてファルザンは研究経費を増やすために大会に参加したのか？それだけではないが。なんじゃ、わしの参加理由が気になるのか？うむ、そういえばお前たちは特別評論員じゃったな。そんな質問が飛び出すのも一家な不思議ではない。今は入学したばかりの新入生が多い時期じゃが、奴らもきっとこたびの大会には目を向けておることじゃろ。そんな中でわしが優勝すれば評判を聞いて駆けつけてくる学生も後を絶たなくなるはずじゃ。その上優勝すれば学院内のプロジェクトリソースも得られる。研究経費についても一挙解決というわけじゃ。すまんな我が後輩たちよ。こたびの優勝はこのわしがいただく。私も頑張ってチャンピオンを勝ち取るつもりだよ。少なくとも見苦しい負け方だ。レイラはなんで参加したんだ？なぜかすごくたくさんの人が私を推薦してくれたらしいの。応募してなんかないのに、目が覚めたらすでに名前が掲示板に載ってて。じゃあティナリとほとんど一緒ってこと？ティナリ先輩もそうなの？私すごく緊張してるんだ。みんなの期待を裏切ってしまわないか心配で、もう何日もよく眠れてな。後輩よ、緊張することはない。失敗とは成長の過程で皆が経験する必須科目じゃ。でも先輩、私失敗したくないんです。まずいな、みんなそんなまともな理由で参加してたのか。絶対に言わなくちゃダメか？お、絶対に言ってくれ。オイラたちが記録してやるぜ。そのあれだ、わかるだろ、僕は不動産を買いたいんだ。あ、そっか、アルハイゼンのところから引っ越す。アルハイゼン？なんだそれ、なぜそこであいつの名前が？おかしいな、おいらなぜか言い間違えちゃった。つまりトーナメントの賞金で不動産を買いたいっていうのが理由なんだな。ああ、それからもう一つある。実はまだ僕が幼かった頃、父も学院トーナメントに参加したことがあるんだ。だが惜しくも優勝はできなかった。だから僕が優勝してあの冠をかぶれば、父の夢を代わりに叶えてあげられるかもしれない。その参加理由は悪くないな、良い心意気じゃ。まあこのわしがいる限り後輩が優勝できる確率は高くないが、仮にお前が彩色の冠をかぶることができたとすれば、お前の父親もきっと喜ぶと思うぞ。もうそれは叶わないのです。父は何年も前に亡くなっていて、砂漠へ旅行に行って運悪く流砂に遭遇してしまった。まさか後輩にそんな過去があったとは。それは気の毒じゃったの。もう過ぎたことです。人は今を生きなければならない。さあ話を変えましょう。
僕のせいで気まずい雰囲気になったらいけない。うむ、よかろう。さっき賞金で不動産を買いたいと言っておったが、自分で住むようにか？というか今はどこに住んでおるんじゃ？ちょっと変じゃな。さっきはアルハイゼンの名も聞こえたが、あやつはわしらチロン派の人間じゃろ。お前たち何かわしに隠しておる秘密でもあるのか？そんなことはありませんって、考えすぎですよ。おいらは何も知らないぞ。さてさて、他の参加者にインタビューしてくるぜ。カリーナの方は落ち着いたみたいだな。話を聞きに行こうぜ。話は聞いています。リカスが招待した特別評論員の、先ほどはお話が盛り上がっていたようですので、お邪魔しないようにと近くで待っていました。今お時間をいただいてもよろしい？オイラたちもちょうどお前と話したいと思ってたところ。それはよかった。では特別評論員の詳しい仕事についてご説明しますね。まずこの2つをお受け取りください。1つ目は評論員特製の写真機です。これを使って試合の記録をお願いします。2つ目は試合専用のアラートデバイスで参加者の位置をマークしてくれるものです。参加者が試合の任務を完了した際も音で知らせてくれます。なんだかすごく便利そうな道具だな。あなた方以外にも評論員は2名います。ですが彼らは基本的に評論席の近くにいることになるので、それぞれの参加者の行動を記録すること。そういえばお二人のことはあなた方もご存知のはずですね。アルハイゼンさんとニーローさんですよ。おお、あいつらだったのか。後で挨拶に行っておくぜ。はい、私からは以上です。他にご質問はありますか？え、どうしてそのようなことを？そうなんですか、私は気がつきませんでしたけど、いつその方をご覧になりました？おかしいですね。あの時は私もずっと舞台上にいたのですが、誰も見ませんでした。うんうん、オイラも見てないぜ。きっと見間違いでしょう。でも、もしまた新しい手がかりを手に入れたら、お気軽にご連絡ください。旅人、パイモン、久しぶりだな。ディシア、それにキャンディスも。お前たちも学院祭に来てたのか。ご友人のようですね。それでは私はここで失礼します。どうぞ学院祭をお楽しみください。教練員から招待状が届きまして、ディシアと一緒に見に来たんです。村の人たちからも外出を勧められて、彼らの行為を断れなくて。来たからにはそんな複雑なことは考えるなって。学院祭はお祭りとまではいかないが、スメールシティじゃみんな知ってる盛大な会なの。四方八方から商人がやってきて出店するんだ。食べるものから使うもの、着るものまで数えきれないほどな。前からあんたには何着か服を買ってやりたかったんだ。仕事とプライベートで同じ服を着てるやつがいるかっての。はい、私もとても楽しみです。こうして肩の力を抜いて辺りを散策できるだけでもとても嬉しいですか。旅人、パイモン、あんたらも一緒に来るか？一緒に行きたいのは山々なんだけど、オイラたちまだ仕事が残ってるんだ。そいつは残念だ。時間が空いたら一緒に買い物にでも。うん、じゃあ私たちは先に行くぜ。いい服もいい生地も早いもん勝ちだからな。出遅れたら逃しちまう。おっと、それからアクセサリーもいくつか。急がずゆっくり回った方がきっと楽しいですよ。ではお二人ともさようなら。一息ついたらいつでも会いに来てくださいね。まさかディシアとキャンディスも来てるなんてな。あいつらと一緒に遊ぶのが楽しみだぜ。あ、そろそろ試合が始まるみたいだ。アルハイゼンのところに行ってみようぜ。
これより規定に従い第一ラウンドの試合内容を説明する。実は先ほどの開幕式で強霊院のスタッフたちがカゴいっぱいの蝶をいくつか放った。今や相当の数の蝶がスメールシティ内を飛び回っている。それら蝶の中に3匹だけ特殊に飼育された迅速飛翔がいる。一般の蝶とは外見が異なり飛行速度も少しばかり速い。本ラウンドの目標は迅速飛翔を捕まえ俺の元に持ってくること。蝶を見つけたのが早かったものからそれぞれ3ポイント2ポイント1ポイントを獲得できる。以上が第一ラウンドの試合内容だ。不明点については他のスタッフに聞いてほしい。アルハイゼンも相変わらず市場は一切挟まないって感じの仕事ぶりだな。っていうかどういう経緯であいつは特別評論員になったんだ。すっごく気になるぞ。この広いスメールシティで他のとは違うたった3匹の蝶々を見つけるなんてどう考えても不可能。迅速飛翔の習性が一般的な蝶と似たものなら。俺は先に行く。スメールシティをくまなく捜索するには結構な時間がかかるからな。え、もう行くのか。勝者とは常に勝利への道を歩むものだ。クシャレワーの後輩よ、わしに一つ計画がある。どうじゃ、わしと組まんか。一緒に組む。こういう難しい試合になるとみんなそれぞれの考えがあるみたいだ。こっからがオイラたちの出番だよな。まずはあいつらの反応を見てみようぜ。おい見ろよ、あいつもオイラたちと同じように他の参加者を観察してないか。ふん、やっぱり油断できないやつだ。前にわしらが作ったものを覚えておるか。それってあやつらの出番じゃよ。神戸とファルザンは一体何を計画してるんだ。ああ、今ファルザン先輩と。待たんか、ここは人目が多い。今はまだ秘密にしておいた方がいいじゃろ。さあ行くぞ、他のやつらより先に動かなくては。よし、善は急げだ。今すぐ準備に取り掛かろう。じゃあまたな。うん、必要なのはこれくらいかな。何か問題は。薬はほとんど持ってきてるよ。残りも買えると思う。コレイ、お前も来てたんだな。ティナリ、何かいい方法を思いついたか。たとえ変異体であっても生物の基本的習性が大きく変わることはないと判断したんだ。だからその習性を利用して迅速飛翔をおびき出そうとしてる。もちろん僕の推測が間違っている可能性もあるよ。変異というのは全く新しい可能性を意味するからね。特に人工的な誘導による変異、詳しくは実験が終わった後にまた話すよ。今はコレイと実験に必要な薬剤を買いに行かないといけないんだ。また後でね。あ、じゃあな。はあ、レイラ、思うように言ってないのか。うん、どうすればいいかまだ全然思いつかないんだ。迅速飛翔って何色なのか、特別な模様はあるのか、普通の蝶々と何が違うのか、こういった一番基礎的なことすら分かってない。今まで学んできた知識が全く役に立たなくて。君たち星を研究する者は有能なんだろ。先生術を使えばいいじゃないか。あなたはカサッチ選手？もしかして昼は先生術が使えないのかい。どうやらあまり役に立たない技術の。うん、昼だとしても先生術を使う方法はあるよ、正版があれば。じゃあどうして使わないんだ。アストロギストモナメギストス先輩が言ってたんだ。先生術で自分に属さない利益を過度に求める者はいずれ星空の祝福を失うことになるって。あ、これは学術刊行物で読んだの。私
モナ先輩の書き物が好きなんだ。考えすぎだよ。力なんてものは道具に過ぎない。君には冠をかぶる決意がないようだね。その甘い考えのままでせいぜいあがくといい。なんだよ、勝手にいろいろ言っておいて勝手に言っちゃったぞ。ごめん、私何か間違ったことを言っちゃったかな。ありがとう。やっぱり先生術は使わないでシティで運試しして。実は私観察が得意なの。運が良ければあの特別な蝶々を見つけられるかも。早くシティに行こう。瀬野様が迅速市長を見つけたらしい。本当か？どこだ？蝶は高いところを飛んでいて瀬野様が今追いかけてるところ。今すぐ行こう。さすが瀬野先輩。あなたたちも見に行った方がいいんじゃない？瀬野先輩が蝶々を捕まえる瞬間はきっと記録しておいた方がいいよ。後で私もシティに行って探すから、またその時に会おう。うん、じゃあ先にセノのところに行ってから他の奴らを見に行こうぜ。動くな。捕まえた。どうしたんだよ、セノ。探していた蝶じゃない。これは。やっと上まで来られた。セノ、迅速市長を捕まえたと聞いた。どんな見た目なのか見せてくれ。って、僕が放ったおとりじゃないか。まったく。こっちを捕まえてどうする。待たんか後輩よ。考え方を変えればお前の作った偽の蝶はセノをも騙せたということじゃ。素晴らしいとは思わんか。ああ、前に室内のデザインをした時壁の増加があまりにも単調だったから一人でに動く機械仕掛けの蝶を飾りとして置こうとしたことが、その際小型で敏捷な機械の蝶を作るためにわざわざファルザン先輩にご指導をいただいた。そして今回僕とファルザン先輩はその機械の蝶を全てシティ内へ放った。それって何の意味がある？うん、そんなことも聞かねばわからんのか。今の若者は本当に見識が狭いの？お前たちはあれをやったことがないのか？竹竿に髪をくくりつけそれを花畑で振り回して大量の蝶をおびき寄せる遊びを。ないな。ん？まさか。そうじゃ、スメールシティ内の蝶はわしらの機械おとりを同類とみなしその後をついていく。わしらはおとりを放って回収するだけでシティ内の蝶を一網打尽にできる。迅速市長の選別は後からすればよい。そんな方法があったの？先輩の知恵をなめるでないぞ。わしは試合の内容を聞いた時にはすでに勝利の方法を思いついておった。もちろん後輩がこれほど良い出来の機械の蝶を作ったおかげでもある。どうやらクシャレワーもここ数年無駄に流られておったわけではないようじゃな。少なくとも教育においては成果を出せた。僕は得意なことをやったまでアイデアは先輩のものですよ。謙遜するでない。シティ内の蝶を一網打尽にしたらこのラウンドの試合ポイントを分け合おう。見ろ、すでに機械おとりが戻ってきておる。お、なぜおとりの後ろに何もおらんのじゃ。わしはとうとう老眼にでもなったのか。そうじゃなくて本当に何もないぞ。お前たちの方法が役に立たなかった。どうやら試合はまだ続いているようだな。俺は他の場所を探してこよう。おかしい、まさか何か他のものに蝶は注意を引か。行くぞ後輩、おとりが飛んできた方角を探すのじゃ。オイラたちも見に行ってみようぜ。
やっ。さあ戻るよ。アムリタの若造の仕業じゃったか。あ、ディナリだ。不思議だろ。蝶がここに集まっているのは、僕が特別なお香を使ったからなんだ。お香の中には種類の異なる花の蜜を3つ入れた。蝶がその香りをたどってここへ来れば、次第に僕の周りに集まるようになる。じゃあ蝶々は鼻がよく効くんだね。でも蝶々に鼻ってあるの？見たことないけど。蝶に鼻はないよ。目も良くないしね。でも蝶は触覚で匂いを分別することができる。しかもその嗅覚はとても発達していて、遥か遠くにある花の香りも感知できるくらいなんだ。そうだったんだ。僕も昔蝶々を飼ったことがあるよ。外で取ったお花を飼育ケースに入れたことがあるけど食べてくれなかった。それが普通だよ。蝶の飼育は難しくないけど、注意すべき点がいろいろとあるんだ。例えば気温が適しているかどうか、空気が足りているかどうか、十分な空間があるかどうかとかね。それから餌が彼らの好みに合っているかも考えなくちゃならない。一番重要なのは、好奇心に駆られたからといって蝶の休息を邪魔しないこと。ストレスを与えてしまうからね。ごめんなさい、僕いつも指で羽をつついてた。人間は観賞用に生き物をたくさん飼育するけど、全ての生き物が飼育に適しているわけじゃないんだ。命を世話するというのはとても大変なんだよ。少なくとも事前に関連知識を学ぶことだね。一時の衝動に駆られちゃいけない。すごいものしりなんだな。俺も一つ聞かせて。前成菌虫を一匹買ったんだけど、ずっと元気がないみたい。私迷彩蝶を飼いたいんだけど、何か注意しなく。リシュボラントラって飼えますか？うん、みんな聞きたいことが山ほどあるみたいだね。でも僕は今学院トーナメントに参加してる最中で、あいにく答える時間がないんだ。こうしよう、来月ガンダルバー村で生き物に関する普及講座を開くから、その時に生き物の面白い知識について話すよ。もし興味があったら聞きに来て。それと聞きたい質問も事前に用意しておいてね。講座が終わったら全て答えてあげる。やった、絶対行くよ。それから質問は常識の範囲内でね。例えばリシュボラントラが飼えるかどうかだけど、それは君がリシュボラントラに勝てるかどうかによるか。ティナリも順調に講座の宣伝ができてるみたいだな。結構いい感じだぞ。まずい、うっかりわしも聞き入ってしまったわい。さすがはコレイの師匠、幾分か講師の貫禄がある。先輩、近くを調べたんですが、ここの蝶はほとんどが王光に引き寄せら、機械おとりをもっと遠くへ放ってこのエリアを避けるべきですよ。ならば行動を起こすか。蝶を全部取られてはならん。なんか試合が白熱してきたな。他の参加者は何をしてるのか見に行ってみようぜ。探したんだけど、まだ迅速飛鳥を見つけられてない。でも蝶々によく似た機械のからくりなら何匹か捕まえたよ。どうやらどこもかしこもファルザンとカーベの放った機械の蝶でいっぱいみたいだな。もう少し頑張って探してみるよ。あ、でもね、
さっき気づいたんだけど、シティにいた蝶々が結構減ってるの。多分他の参加者が捕まえる方法を思いついたのかも。私も注意深く観察しなきゃ。ん？あ、これって、まさかここで会えるなんて。あとは捕まえればいいんだよね。止まってて、あ、行っちゃった。すごい速さだったぞ、アルハイゼンのやつ。何が飛行速度も少しばかり速い。だ、そんな程度じゃなかったぞ。待って、オイラたちも行こう。アラートデバイスが鳴ったぞ。誰かが迅速市長を捕まえたみたいだ。今思い出したんだが、あんたにもメイクボックスを買わないとな。いいですよ、どうせ使いませんから。普段は使わないかもしれないけど、手元に一つ置いておいたって損はないだろ。まあまあ、私を信じろって。お、誰だ、私に何か用か。動かないで。動くのだと、誰の差し金だ。リシア、安心しろ、ちょっとしたトラブルさ。で、何するん？これを探していたのですね。はい、どうぞ。蝶々？私の頭に止まってたのか？あなたは。お久しぶりですね、レイラさん。友達か？あ、もしかして前に言ってた。え、お前らいつの間に知り合ってたんだ。ああ、だいぶ前からだよ。初めての無誘から目が覚めた時、なぜかアール村にいたの。その時キャンディスさんのお世話になって。ええ、具合があまり良くなかったようなので食べ物をご馳走したんです。その時レイラさんからはいろいろと難しい話もお聞きしました。占い、夜空、夜星、どれもロマンチックな響きです。あ、それよりもこの蝶々はいりますか？この子を追って走っていらっしゃったのが見えたのですが、私には必要のないものです。あなたもいらないようでしたらこのまま放ちますが。遠慮するな、受け取ってくれ。迅速市長ってめちゃくちゃ素早いのに、あんなに簡単に捕まえる。そうですか？私はそれほど早いとは。逆に傷つけてしまわないか心配でした。さっきは悪かったな、いきなり近づいてくるもんだから。てっきりどっかからの刺客かと思った。まあ、目に夜更かしのクマがある刺客なんていないか。あんた試合に参加してるのか？それがどれだけあんたにとって重要だとしても、休息はきちんと取れよ。はい、気をつけます。ありがとう。じゃあ私たちは買い物の続きをしてくるぜ。またな。オイラたちもレイラと一緒に迅速市長を連れて戻ろうぜ。最後の迅速市長も揃ったようだな。第一ラウンドの試合はこれで終了だ。第二ラウンドも引き続き頑張ってくれ。解散。アルハイゼンさん、相変わらず締めの挨拶が急だね。ニーロ、君もこういうスタイルを取ればより自由に生きられると思うよ。ちょっと待った、1位と2位は誰だったんだ？1位はティナリさんだよ。
任意をまだ相談中なの。おいアルハイゼン、いい方法を思いついたぞ。任意は2ポイント獲得できるんだろ。僕とファルザン先輩で1ポイントずつ分ければいいじゃない。君の想像力には感服せざるを得ない。だがトーナメントのマニュアルには初めから最後に至るまで。なら今付け加えろ。そんなことを俺がやるとでも。僕の優勝を邪魔したいのか。その甘い考えを書面でトーナメント委員会に提出してみるといい。3営業日以内に返事がもらえるだろう。いくらなんでも遅すぎる。仕方ないだろ、夢を見るにも時間は必要だ。そっか、2匹目の迅速飛鳥はカーベとファルザンが同時に見つけたんだな。でも試合のルールじゃ1人しかポイントがもらえないんだ。仕方ないの。わしを敬って先輩と呼び、謙虚にアドバイスをもらいに来た過去に免じて、今回のポイントはお前に譲ろう。じゃあポイントはカーベさんにつけるね。いやダメだ、僕がポイントを取ったらファルザン先輩の功績が全てなくなってしまうじゃ。たとえ先輩がいいと言っても僕は平然と受け入れられない。わしは気にしておらんぞ、まだ2試合も残っておるんじゃ。1試合目を逃したところで構わん。じゃがそんなにこだわるのであれば、わしもいい方法を思いついておる。くじ引きで決めるのはどうじゃ。くじか。何か問題があるか。いや、その方法でいきましょう。じゃあくじ引きに使う紙を用意してくるね。ちょっと待ってて。はあ、本当にもうすまんな後輩、どうやら運はわしを味方してくれたようじゃ。これは先輩が受け取るのが当然です。僕はただ自分の運の悪さを嘆いているんだ。はあ、これだから普段の生活でもいろいろと悩みが。確かに運が悪いくせにくじ引きで勝負を決めてもいいというものは。君なんかに何がわかる。僕はただ。弁論は後で聞こう。ポイントはファルさんにつける。これで第一ラウンドの試合は終わりだ。第二ラウンドの試合は砂漠で行われる。その際は俺たち評論席側の者もアール村に移動する。時間になったらアール村で集合しよう。第2ラウンドの内容はその時に説明する。それまでは自由行動だ。俺は速やかに帰らせてもらう。それでは。アルハイゼン、カーベさん、あんまり落ち込まないで。ため息をつくと運気が逃げちゃうよ。そうなのか。じゃあ深呼吸をしたら失った運気を取り戻せるな。大したことじゃない。たかが2ポイント。これで勝敗が決まるわけでも。次のラウンドは必ず勝ってみせるから、しっかり見ててくれ。どうやら立ち直れたようじゃな。じゃが砂漠はわしの知り尽くした場所じゃ。わしに負けぬよう頑張るんじゃぞ。大丈夫です、僕も砂漠は初めてじゃない。さて話はここまでにしよう。さっさと行ってあっちの環境に慣れておかないと。今のところティナリが1位でファルザンが2位、レイラが3位だよ。次の試合が始まるまでは一息つけるみたいだな。まずはどこから回ればいいんだろう。お二人ともお悩みのようですね。学院祭をどこから回ればいいか決められないのでしたら、いいアドバイスがありますよ。我らが会長に聞いてみるのはどうです。ん？会長って誰だ？オイラたちも知ってるやつ。もちろん、スメールで一番有名な商人。誰一人知らぬ者はいない、サングマハベイ様のこと。ドリーだったのか。はい、会長の使いでお二人にお知らせするために来たんです。スメールシティ北門で会長がお待ちですよ。Thank you.
ートにパイモンではありませんの。ドリー、やっぱりお前だったのか。お前も学院祭に来たのか。当然ですわ。学院祭の期間中はスメールシティを出入りする人が後を絶ちませんもの。商売にはいい機会ですの。ここはスメールシティの入り口であり、学院フェスのブースにも近い。顧客に困ることありませんわ。もうすでにモラが袋に入る音が聞こえるようですの。さあさあ、私のところで買い物でもいかが。何でもござれ。本物だけを取り扱っていますのよ。じゃじゃ、おいしいもんとかないか。せっかくの学園祭ですのに、食べ物にしか目がないなんて。もちろんありますわ。でもよりお得なものを選ぶことをおすすめいたしますわよ。おーらららららら、学院フェスが間もなく始まりますの。学学派は小さなチャレンジも用意しておりますわ。大きな声では言えませんが、私の飽きなっているスーパーウルトラバフ薬を食べると、しばらくの間反応と動きが素早くなって力が満ち溢れてきますの。これがあればどんなチャレンジもお手のものですわ。オイラたちには必要ないな。それくらいの挑戦、オイラと旅人なら楽勝だ。後で学院フェスで腕を披露してくるぜ。オイラ、おいしいもんが食べたいんだ。お前のとこにないなら他を渡ってくるけど。わかりました、わかりました。チリも積もれば山となるですものね。何を召し上がりたいんですの。そうだな、すっごくお腹が減ってるから、タフチーンはないか。あららら。探してみますわね。こりゃとんでもないお仕事だ。もしこいつが成功したらえらいことになるぞ。はいはいはい、タフチーン2つお受け取りくださいませ。おー、ほら、サングマハベイ様のもとには何でもあると申し上げましたでしょ。やったぜ。ん、どこ見てるんだ。ん、誰だ。オイラたちの知り合いか。怪しいものでもいたんですの。まさかまさかまさか、他にも目をつけているものが。ドリー、お前何か知ってそうだけど。誰をご覧になったかは存じ上げませんけど、確かに私は学院祭に関する独占情報を握っていますわ。興味がおありでしたら、また後で私と取引してくださいまし。
よし。せい。でもいいのよ。急がなくてもいいのよ。
拙者を連れていくのか？それ
行こう。いざ。風の流れる方へ行こう。それ。それ。風の流れる方。行こう。いざ。
風の流れる方へ。いざ。行こう、風の流れる方へ。しっ、それほっほっはっ風の流れる方へ。いざ。風の行く先を。魂よ。失礼。行こう、風の赴くままに。やあ、ソーランの行こ、いでよ。風の行く先を。魂よ、雪を前。
いざ、それ。いた、よっしっ。ふっ。いざ。ご安心を。ついてこいなんて言ってないよ。風よ、遅い。ミオラさん、
遅い。天へと前。やあ！風よ。ついてこいなんて言ってないよ。仕事か。属性を見下ろさん。ついてこいなんて言ってないよ。入れよ、天身直送。失礼。冒険だ冒険。よし出発だ。いざ。やあ。いってるぜ。やっ。さあ
天道地。いざ。